はい、どうも皆さん、こんにちは。ペパーズです。今日はですね、プレイ事業ということでですね、これからしばらく日本史をちょっとやっていきたいかなと思っておりますので、まずね、日本史でどうやって勉強すればいいんだろうということで、時代の流れをね、ざっくりつかむというとこから始めてみようじゃないかという企画になっております。どういうことかと言いますと、まずですね、この日本史を動画を対象としている人が、ざっくりと私が考えるのは、これ今から日本史を学びたい人、今現在日本史を勉強している方、日本史に興味がある人、それあとね、これがメインなんですけど、高校受験、大学受験を目指して勉強している方にね、少しでもね、お役に立てればと思って動画を作っております。で、目的なんですけど、歴史、特に政治や戦いは時代の流れがあるから、ただやみくもにね、暗記するだけではなかなか身につかない教科であるので、なるべくね、話を立てて筋書きを作ってね、ストーリー的にやっていければ、ちょっとはね、理解が早まるかなと思うので、その辺をね、気をつけてやっていきたいかなと思います。まずね、授業の流れはね、ザザザッと流れをつかむのが、非常に大事になるよということで、まずね、飛鳥時代からスタートするんですけど、これ令和の時代まで皆さん何時代か順々に言えますかね。まずね、飛鳥時代、この時代は大きくね、ざっくり全部説明していきますけど、仏教が入ってきて、蘇我氏と物部氏が対立し、馬宿の王、聖徳太子ですね、が出てきて、遣隋使、遣唐使などが派遣され、大化の改新が起こって、大宝律令が制定されたと。で、奈良時代に入りまして、次は平城京、都をね、奈良に移して、奈良の大仏、仏教僧の台頭などが起こります。続いて平安時代、密教出てきましたね。天台宗とか、藤原氏の台頭と、で、地方の反乱、反田秀治の法、戦いの勃発、平の清盛が出てきて、源平対決までが起こるのが平安時代。そして次に源頼朝が出てきて鎌倉幕府を作る。で、北条氏が執権を握って承久の乱、鎌倉新仏教、浄土宗とかですね、日蓮宗とか出てきますね。で、海外から攻められる元寇、フビライ・ハンによって日本に攻めてこられるというのが鎌倉時代。そして時代が移って室町幕府ができます。足利の尊氏で南北朝に分かれて長いこと戦争します。日民貿易をしますね。で、一揆がね、盛んに行われるようになります。そして出てきました、戦国時代の走りと言われる応仁の乱、これが室町幕府に起こります。文化もね、金閣銀閣などね、多彩な文化も取り揃えているのがこの時代になりますね。続いて安土桃山時代、いわゆる戦国時代に入って織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑が出てきますね。関ヶ原の戦いもこの頃起こります。1600年、そして関ヶ原の戦いで勝った徳川家康、徳川家が江戸時代を牛耳ることになります。武断政治、鎖国、キリシタン、生類憐みの令、三大改革、言えますかね。飢饉がありましたね。黒船がやってきました。どこにやってきたか言えますかね。桜田門外の変、なんで起こったんでしょう。薩長時代、尊王攘夷、外国をぶっ潰せとかね、やったけど結局歯が立たなかった。そして大政奉還、で、戊辰戦争が起きて、激動の長かった江戸時代が終わりを告げます。そして明治維新を得て、明治時代、文明開化、選挙法などもね、残ってきます。内閣も発足して、今のね、現代の日本と何ら変わりないような感じになってきますね。で、日清日露戦争が起こったのもこの頃です。そして大正時代は15年ぐらいしか続かなかったんですけど、第一次世界大戦が起こります。で、関東大震災、恐慌なんかも起こります。大正デモクラシーが起こったのもこの頃、激動の短い時代にこんなすごいことがいっぱい起きたんですね。そして昭和時代に入り、戦争の時代ですね。日本も荒れてましたよね。515事件、226事件、国際連盟の脱退、日中戦争、そして第二次世界大戦へと突入、大東亜戦争、太平洋戦争ですね、原爆、GHQ の日本支配、朝鮮戦争で日本の特殊景気、安保、東京
五輪、あの2021年に起きた東京五輪ではないですね。沖縄返還、ベトナム戦争、オイルショック、そして中曽根内閣のプラザ合意、バブル経済と昭和時代が続いていきます。ここもねかなり、まあ、ジェットコースターみたいな時代ですね。そして平成時代、消費税の導入、そしてベルリンの壁の崩壊、冷戦の終結、マルタ会談ですね、湾岸戦争が起こります。ソ連の崩壊も起こります。 EU ができます。阪神淡路大震災、そして地下鉄サリン事件、香港返還も起きますね。で 9.11 リーマンショック2008年9年起こりましたね。東日本大震災2011年、そしてブレグジット、 EU のイギリスから EU の離脱かという平成時代が終わり、次に、生前で、天皇が変わるということで令和時代に現在入っております。まあ令和時代ね、入ってすぐに新型コロナウイルスのパンデミック騒動が起きましたよね。で結局東京オリンピックやりましたよね。まあそんな感じで、現在に至るということで、飛鳥時代からザザザザッと令和時代まで、まずね何時代、飛鳥時代から令和時代までね、言えるかどうかっていうのが大きいと思います。飛鳥時代の前はね、千時時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代となっておりますけど、ここはねちょっとやりません。飛鳥時代からやります。でまずこの辺のね流れがつかめなければちんぷんかんぷんになるんで、何時代があって次に何時代があって、どんなことがなんとなくあったかっていうのをね、なんとなく頭に入れていただければ、よりね日本史がわかるんじゃないかと思います。その際ね、どんなことがねこの辺にあったとかね、年号まで覚えなくてもいいと思いますけど、そういうのがねわかればいいかなと思いますので、今日は予備授業でした。では次回から日本史をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はこの辺でお開きにしたいと思います。さようなら。